あなたのハートと私のハート、あの TOE の方ですか？っていうところでね、募集していたら突然その方がやってきたというところで終わりました。エンターキー出したらどんな人が出てくるか。姉子が喋っている途中に割って入る声、見るとそこには女子高生。女子高生とは女子高生、女子高校生、女子高等学校生の略であり、本来は男女共学になっている高等学校の女生徒を指すが、女子の高校生全体を指す呼称として使えることが多い。その場合、主に 高等学校に在学している女子のことを指すが、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程、高等専修学校に在学している女子を指すことがある。そのウィキペディアに書かれてそうな感じの文章やめろ、お前。読みにくい。なお、高等専門学校、いわゆる高専に在学している女子は女子高生と指さないこともある。女子高生は JK と略して呼ばれることがある。ウィキペディア。ウィキペディア見てんのか、お前。ちなみに AV には大抵が女子高生と表記してあるから、気が向いたらチェックして調べてくれ。奥さん、見まして、 JK がこちらに向かって話しかけてきますわよ。言わざわ、奥さん、なんかの間違いでござんしょう。でも、今 POE って…PVP の間違いじゃないの。マイクラはしてるじゃないの。脳内にいる謎のおばさん集団と会話する俺。それだけ混乱しているんだ。分かってくれ。分からないです。あなたが高梨さん？はい、先日メールを差し上げた高梨明です。なんか思ってたのと違う、もうちょいオタクっぽいのを想像していた。え？すげえ素の声でえって言われたよ。どうしたどうしたどうした ?To be continued! どうした、心の割れる音。そしてエンディングであります。生放送始まって3分ぐらいでエンディングで入りました。来るぞ、さくらさんが出れるぞ、出れるぞ、さくらさんが出れるぞ。見ろれ見ろれ、出れるからな今。そうそう、出れるからかな。もうちょい先か、出れるんで。来た出れた、来た出れた、お前。知らんがな。お、シナリオ募集で来た助っ人は女子高生だった。高梨明と、なんかこの子もそこそこ胸大きいな。秘密のノートに書かれた力で POE に宣戦布告をする。秘密のノートってなんやねん。最大公演を目指す楽園の僕第4話。こんにちは世界、ハローワールド。ジュエル、スタンバイだそうです。こんにちは世界やって、今回のタイトル。次のタイトルか。何がこんにちは世界なのか、ありがとう世界とかさ、さよなら世界みたいな話になってくるんだろうか、今回。よっしゃ、というわけで、このまま次の話に行ってみたいと思います。これか。こんにちは世界ってね。これ世界にはまず白と黒だけであった。黒が白に言い出した。私をあなたの力を比べてみようではないか。白が答える。どのように比べてるのか、ここには何もない。すると黒は、これ全部読まないといけませんかね。ちょっと口が足らずにさ、全部読み切れないと思うんですね。戦いが始まった。長きに渡り長くつかなかった。このままでは決着がつかないではないか。以下同文、適当に読んどけ。もう俺は読むのはもう諦めたわ。適当に読んどけ。適当に停止と再生を繰り返しながら適当に読んどけ、みんな。あ、もう早いな、オープニング。
すごいな、高梨さん初めて会う人の前でもこういうさ腕を組んでさ今にも叙々立ちそうな感じの体勢でおるもんな。姉子が F くらいで高梨が D くらいかな、そうかもしれない。さくらさんのおっぱいも F 以上にありそうな気がするけどさ、 AV 女優的に J とかあるかもしれない。高梨さんはどうだろう、 D あるかな、 C かな、 D か C かな、その間あたりでちょっと揺らぐね。まあ、どちらにしろまあそこそこ大きいのと爆乳というロケットと、その二人が貫いております。身長がなんかさ高橋さんの方がちょっと大きいよね、これちょっと高いかな。はい、先日メールを差し上げた高梨明です。はあ、今気づいたらさ視聴者さん5人もおるよ今。5人もおるよ、潜伏4人も潜伏してるよ。コメントしてくださってるのが1人だけ、残りの4人は潜伏中。え、第4話、こんにちは世界、ハローワールド、ありがとう世界、さよなら世界、また会う日まで世界。あの普通に挨拶しただけなのにさ、なんかボケ、なんかアテンドされた高梨さん、かわいそう。あ、うん、予想通りだったんだけど、まさか、ねえ、まさかなんだい。少年 JK って、下着売ってお小遣い稼ぐって本当なの？初対面の人気に何聞いてんだよお前は。なっ素の反応なってすごい可愛い反応した。この子はさもうナチュラルボーン JK やな、ナチュラルボーン JK やな、認定します。痛いじゃないですか、お前が悪いわ。何、初対面の子にセクハラかましてるんじゃ。だって JK 見たらセクハラしないとダメって宮本イコール武蔵の本にも書いてたし。宮本武蔵をバカにするじゃないわ。五輪の書にそんなこと書いてねえよ。あれってオリンピックに関係あるんですか？五輪違いだよ、ある。ねえよ、とにかくエッチなの禁止、禁止です。そんな格好で言われても困るんですけどね。わかった。エッチじゃないセクハラにします。ちっげえよ。そこで一つ質問いいですか？何？スリーサイズが効くんじゃないだろうな。え、あ、はい。すごい真剣な顔をしている。まだ少女。ヒーじゃいかんやつ。妥当な2文字が返ってきました。ドラゴンボール、まったく。さくらさんのおっぱいを7つ集めると夢が叶う、童貞の。ごめんね、このクズが変なこと聞いてきて。いえ、驚きましたが別に。でも驚きましたが別にで済ますぐがすごいな、この子。大丈夫なんですか？ごもとも忘れたのであります。加減しないで蹴ったから大丈夫でしょ。ああ、それちっとも大丈夫じゃないですよね。あ、真面目やな。高梨さんすごい真面目やな。すごいバイオレンスなネタにもさ結構真面目な対応しているな。まったくだ。おーと復活しました。危うく女の子としての記念すべきバースデーになるかと思いましたよ。どういうことだい？そこ突っ込んでくる？コツかけっていう技があってな。はいはい、決め顔で答える。だって男のことだもん。あ、はい、なんとなく理解しました。しかし姉子、まさか背後から玉取ってくるとは思いません。あ、玉取ってきたの。さくらさんもさくらさんでちょっとなんかセクハラ的なところあるんですね。おかげでこっちは玉を失うところだったんですからね。うまいと言う、うまいと思ってるのか？危うく一気失ったかもしれないって焦りましたよ。幸い無事っぽそうですが。いいじゃないの、片方失ったところで別に使うわけでなし。使うかもしれないだろう。童貞の叫び。あ、ごめん、少年はまだ20歳だもんね。あ、20歳なんじゃ。頑張れ、明日があるさ。お前をその明日にしてやろうか。これを見てどうも、真面目な高梨さん。帰ろうかな。
もうシンプルな言葉でさ、納得するようなことが書いてきましたね。かわいい。この人たちで大丈夫かなって言われてるよ。現実を突きつけられた気分である。本当にまあこれ以上長くバカをやっているのもあれだったので、かっこ特に特定多数の目につきやすい駅前なので。高橋さん、今なら間に合うぞって、やめるなら関わらないでいるなら今なら間に合うぞって。とりあえず近くのコーヒーショップへと移動することにしたのだった。改めまして、クリプト担当のさくらよ。ネットでは高坂ミャートって名乗っているわ。うん、自己紹介をしている間に俺はお店のメニュー表を見る。店員さん、店員さん。はい、何かご注文ですか。ちょっとこれなんですけど。気になったメニューを指さす。そこには店長の超おすすめディラックススペシャルマックスコーヒー1500円のお買い得品。こちらが何か。長いな名前。高くね。スパッと分かってるようなこと。そちら店長自らがブラジルに渡って原住民と戦って手に入れた豆を使ったものとなっております。原住民と戦ってって、ブラジル人そんなにバイオレンスな人種かね。何それ、すごい。原住民ってところが意味わかんない。そこ本当にブラジル？高い理由はわかったが、こんな値で採算取れるの？それがさっぱり頼む人がおらず。だろうな。怪しすぎるもん。おかげで豆も7年ものとなっております。7年続けてるの？いや、もう3年ぐらい経った頃でこれはダメだなってメニューから外そうとか思わんかったんかね。酸化ってレベルの飲み物じゃねえぞ。それ発酵してるだろ。新しい味わいが増えるてかも増えたかもしれないね。逆に、いや発酵ってレベルじゃないと思うからな。むしろ腐ってる、遅すぎたんだってなるって。どうでしょうね。どうでしょうねじゃないわ。コーヒーとか最近ではブームですから、一概には何とも。はい、エイジングしすぎだよ。保存がしっかりしてるならワンチャンあると。ええ、どうです、チャレンジしてみます。チャレンジって言ってしまうと思うね。なんかコーヒーを楽しむだけなのにチャレンジ言ってますからね。店員はニコニコした声で、いや顔で尋ねてくる。しかし、じゃあこのミルクセーキください、冷たいやつ。裏切り。素の反応できましたね。店員も素の反応できましたね。ミルクセーキでいいです。わかりました。なんかすごい残念そう。しょんぼりと下がっていく店員。そんな行動で売ってようとしても乗らないからな。うん、高梨さんがメインの会になるかと思ったらさ、高梨さんを置いてけぼりになってるぞ。そういったやり取りをしている間に姉子の紹介を終わったようで、俺の番に。ああ、もう少年の説明も終わったから。さくらさんがやってくれてる。少年が店員と話している間に済ませておいてあげたわよ。ちょっと待って、どういう説明をしたんだ。童貞って、ただ童貞って一言だけで終わらせたんじゃないだろうな。ちなみにどんな説明を。うん、やめろ、フローラルの香りをまき散らすような音を流すな。何その笑顔、すごく怖いんですけど。高梨さん、あれ子は一体なんて言ってた。あー、これはですね、女の子としてみたらもう近寄りがたいタイプだと思われております。これは第一印象、グッドラック。顔を真っ赤にして目をそらす。結構可愛いな。じゃなくて、本当に何を言ったんだよ。頭を抱える。大したことは言ってないけどにゃー。本当かよ。リアルでにゃーっていう女って、しかも二十歳過ぎた女が。うー、まだ心は10代です。それさ、40代の人も言ってるよ。はいはい。変な紹介はしていないことを信じましょう。あ、高橋さんタイプなのね。あー、けどまあそれなりになんか正統派のヒロインっていう感じがするね。委員長タイプ。でもこういうね、真面目な子にってね、意外と出れたら可愛い。あ、
私の方を。はいはい。そう言うと手に担いでいたボストンバッグから何かを取り出す。ノートである。一般的によくある大学ノート、だいたい100円くらいで売ってるノート。それが15冊。マジか。これさ、名前書いたらその人死んだりしない？大丈夫？これだけ並ぶと圧巻である。高梨明、徳川学園の2年生です。徳川ってあの山の上にある高校。ほう、知ってるんですか？知り合いが通ってた高校だからな。学校は山の上にあるから、大体の生徒はがれきのかな、わからんけど、霞わからんけどの駅から出ているスクールバスに乗るのに、3年間ずっと自転車に登り続けたバカな先輩の伝説があったと当時言っていたのを思い出す。それにあのスクパのモデルになった学校だとも聞いた。ああ、スクパ確か主人公が好きな作品というようだな。そしてこのノート、これが私の提出できるものです。ああ、言おったの。そういや、作品を提出しなさいみたいな。少し誇らしげに見せる。姉子は一冊取ると淡々と読んでいく。これはすごいけど、どのくらいかけて書いたの？そうですね、そうですね、だいたい5年くらいですかね。めっちゃやってるね。そんなに。ベテラン級。今年高校2年の春に完結しました。じゃあだいたい小学6年から。想像力豊か。そうですね。おお、誇らしげ。ニコッと笑顔で返してくる。俺には文章の良し悪しはわからないが、これだけの量を書き上げたという凄さだけはわかる。俺だったら3日どころか1日で飽きるね。そんなに根気強くないもん。私、将来は小説家になりたいと思ってる。あ、プロになりたいと。やはりラノベの作家。違います。硬派。高梨さんは硬派である。きっぱりと言い切られる。ライトノベルではなく普通に作家です。ライトなノベルって何ですか？普通の小説をバカにでもしてるんですか？ヘビーノベルってあるんですか？ありそうですね。いきなり いきなり毒舌になり始めたんだけど、この子。小説に対する思いは強いと分かった。古典とか純文学がヘビーノベルっぽい。すいません、少々取り乱しました。はあ、真面目だっていうことは伝わってくる。いや、俺も失礼なことを言ったのかもしれない。だからアキラちゃんが気にするところではないさ。おい、きなりアキラちゃんって呼び捨てにしちゃった。呼んじゃったね。おっと、これは出れました。ちょっと出れました。これはなぜか照れているぞ。これはフラグか、フラグなのか、赤面症、それともリンゴ病かな。でも別にラノベをバカにしてるつもりはありませんよ。ただ手軽に読める作品だからこそ、それに連なる信者と呼ばれるような人たちが気持ち悪くて好きになれないだろ。それライトノベルを嫌いとかそういうんじゃなくてさ、そのライトノベルにさ、ホイホイとついてくるオタクたちが嫌いと言うてるようなもんだ気がするけどね。世の中のオタクのことをバカにしてるような気がするけどね。クーデレキャラはいないのか。クーデレー、ああ、高梨さんがもしかしたらそれに準ずるようなキャラクターになっていくかもしれない。ちょっとあのクールやけない今のところ。それでさ、勘違いしないでくださいって言うたらツンデレになるけどさ、どうなる、この先どうなる。それは別にラノベに限った話ではないのではないだろうか。毎回とある賞をくれようと叫び上げてる自称ファンな奴らだっているわけだし、しかしそれは今言うべき言葉ではないだろう。しかしそれならなぜゲーム制作に。確かに小説を原作にしたゲームっていうのは類を聞いたことがない。疑問が湧く。これだけの量の小説なんだ、投稿なりになんなりすればいいじゃないか。あれ、黙っちゃった。アキラちゃん、実はこの悠久のスバルを駆け上げた時にニオニオでフリーゲームの大会があって。はい。そんな大会あったんだ。ええ、その時に優勝したゲームもやってみたんですけど、キャラがすごく可愛く動いて私感動したんです。ああ、それで私も思ったんです、自分の考えたキャラが動くところが見たいって。なるほど、いいね、そういう考え、いいよ。
そういう考えを持ってからこそクリエイターってさ、活動が始まるんだよ。わかる。まだ一度も作ってないけど、その気持ちなんとなくわかる。俺は自分の描いたキャラが動いているのを見たい。アキラちゃんは自分の考えたキャラが動くところが見たい。セスケイさんは高橋さんのおっぱいが揺れるところが見たい。そこに何の違いもありゃしねえだろ。ないな。そうだな、俺だって高橋さんのおっぱいが揺れるところ見たいわな。今この恥ずかしがってる顔って俺に対しての俺の恥ずかしに対しての顔かな。みんなそんな気がしてならないよ。そうじゃなかったとしても俺はそういう捉え方するよ。揺れるほどない現実を突きつけるんじゃない。あれ滑ったかな。それとも慣れ慣れしい呼び方にしたのがいけなかったか。確かに違いはありませんね。ほう、あなたとならいい仕事ができるような、そんな気がします。おお、よかった。第一印象変態だったのにさ、第二印象でようやくさ理想の上司的な感じに近づいてきたような気がするぞ。そうだろそうだろお、これはそこそこ好感度上がったんじゃないの。あれさくらさん、なんか不在でイチャイチャしやがってみたいな顔している。あれなんか嫉妬かな、嫉妬かな。それまで黙っていた姉をとりあえず一冊読み終え、ノートをテーブルの上に置く。あれが高梨さん、どうした。はい、この小説を書き上げた年数には半端じゃない努力があってのことだと思うけど、はあ、あえて言わせてもらうわね。はい、残念だけどこの小説はゲームに向かないわ。お、え、どうしてですか。なんで主人公が一番そういう声出すの。興奮のあまり立ち上がって姉子に食いつく。だってもう完結した小説なんでしょ。そうね、ならゲームに十分使えるんじゃないですか。いや、そこじゃないと思うよ。向いてないっていうのはゲームの内容的な、小説の内容をゲームにしにくいとかそういう話じゃないの。落ち着け少年、君は少し興奮しすぎだ。そんな服装をしているあなたに言われたくないですからね。けど納得はいかない。確かに彼女は将来を見据えることが十分にできる物書きだ。はい、だったらだがな、私たちが作ろうとしているのはなんだ。なんだって、そりゃゲームでしょ。そうだね、私たちはゲームを作らなければならないんだ。ああ少年、彼女の小説を一冊どこでもいいから読んでみろ。ん？じゃあ、そう言うとノートを一冊手に取りページをめくる。タイトルは悠久のスバル、先言うたな。ふむふむ、途中のページだ、ね、ページからだったのでキャラが分からなかったが、アキラちゃんの文章がすごいということは分かる。熱いバトル描写、心理戦、複雑怪奇なトリック、これを幼い頃から書いていたのだというのだから驚きだ。読み応えがある文章、ラノベとかではないと言っていたけど、確かに普通の戦記物として通用する出来ではある。ではなぜ姉子はダメ出しする。いや、なぜダメ出しをしなければならないのか、そこから考えたら。少年、答えは分かった。なんとなくですけれど。お、分かったんじゃ。俺にはさっぱりだけどな。説明ケースくてさっぱりだけどな。みんな分かる？みんな分かる？主人公が何を言いたい芸人にしているか分かる？あとコメント欄がおっぱいの話ばっかだよ。この小説があまりにも小説すぎるからってことですか。お、姉子はにやりと笑って拍手を送る。正解だ。どういうことですか。何そのさ、犯人は誰誰だって言われた時の周りの反応みたいな、少し、苛立った声になっているのがわかる。もうちょい詳しく言ってほしかったね。その答えでは納得できません。うん、俺もそう思う。うん、確かにそうだな。じゃあ説明をしようか。はい、とは言っても
説すぎるからという言葉が的を置いた言葉なんだが、小説すぎるから、なんだろう、小説っていうのは文章でいろいろなことを描写するんやけど、ゲームっていうのは映像で描写できるから、小説、ようわからんようわからんな、みんな言い換えればゲームの文章ではないということになるんだ。はあはあ、ゲームの文章ではないという言葉に少なからず衝撃を受けたようだ。俺も姉子には散々ボロクソに絵をされたのでショックはあった。まあ指定されたレイヤーに塗ってなかったとか、 PNG ファイルを JPEG ファイルで渡せたからとかだったから怒られて当然なんだかな今はそんなことやらないよ。ゲームっていうのはいわば絵と文と音が組み合ったバンドってものなんだ。ああ、バランスが大事ってことかな。視覚に訴えるグラフィッカーはボーカルでギター、はい、文字で伝えるシナリオライターはベース、はい、音楽で例えば思いついてないぞ、出てこないのかよ、適当やの。それはそうだ、とにかくサウンドクリエイターはドラム、どれもゲームをやる側にとっては必要なものよ。ああ、めっちゃ食い気味。あなたの説明は周りくどすぎてさっぱり伝わらないです。怖え。小説と違ってゲームっていうのはね、うん、大体の描写を文字だけで説明しなくてもいいものなんだ。ああ、大体俺と言ったことと似ているような気がするけどさ、みんな俺の語彙力が低すぎてさ、そんなこと言ったっけ説明さんみたいな感じで思ってるだろうな。目の前に金髪の少女がいましたって文章をいちいち書いたりしなくても、ああ。わかるし、うん、何か胸が落ちる音が聞こえたっていうのも SE で表現できるの。はあ、もちろん絵や音で表現しきれないような描写は文の仕事よ。言ってしまえば適材適所ってやつね。なるほど。それにそこのクズにも仕事を与えないとそんな理由、そんな理由もあるな。あれ、やだな、誰がクズなんだよ。俺はクズなんてものじゃありませんよ。好きな言葉は不労所得と脱税。わあ、クズだ。好きな衣装はバニーちゃんという全くもって新しい健康的な男子なんですから。よろしい、そこはよろしい。性癖は個人の自由だからともかくとして不労所得と脱税が好きな言葉って言っちゃう系男子ってのは、遊んで暮らしたいとは考えてませんよただ楽をして暮らしたいとは考えてますけどね。うん、まあ全人類の希望ですなバニーちゃん設計さんの見せたりしましょう。いや、あれは見せたくないんだ。俺の心の中の思い出的に収めとこう。あれは、あとバニーよりメイドだろうっていう言葉、あー、これはうーん、俺は露出が多いっていうイメージのことでバニー萌え、バニー派に入るかな。それと、あともう一つあるんだわ。まだあるのか。まだあるんすか。うん、これはどうしようもない部分だから。なんだい。話してください。終始無言を貫いていたアキラちゃんが口を開く。その声、顔は怒っているような悲しんでいるような微妙な顔だ。いいのか。私は小説家になるんですよ。このくらいのことを言われるくらいは覚悟してます。おお、肝が据わってるね。そっか。その割にはさっき怒っていたような気がするんだけどね怒りをあらわにするってこういうことなんだなっていうような感じだったな。左手を必死になってつまんでいるじゃないかってことには触れないでおくか左利きなんだね。じゃあ次はチャイナドレスかな、露出多めいいね、それいいねな、なんならもう極小のビキニとかでもいいね。単純にこのお話が長いってこと。ああ確かにそれは問題か。さっきの
章がクリアされたとしても、はい、この量はとてもじゃないけれど普通のゲームとしてまとめきるのは無理ね。そうやな、長いすぎるゲームって逆にちょっとアレなところがあるからな。しかしゲームを作るのだったらこれはしっかりやらないと、どの話が抜けても困ります。確かに話作る人間からしたら妥協っていうのはしたくないよな。どっか抜いたりとか、全部が全部必要な話だとか思って書いとるわけやけんな。メインキャラはどれくらい出てる？え？この話にはメインキャラは何人出てくるのかって聞いてるの。大体ですけど主役級が3人、ヒロインが2人で、味方側には大体シリーズ通して40人。おーないか合わせて大体48人ぐらいになるぞお前。 AKB48 的になるぞお前。おいなぁ、おい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 、でも、絵師なんだからこれくらいの数は1ヶ月もあればパパッといけるんじゃないですか。ちょっと待って、主人公を重い蓋を乗せてこようとすりないで。少年は分かったようだな。なんとなくは。こんな仕事量を聞かないでできるかって話か。それを考えてなかった。ゲーム作りっていうのよく分かってないからだな。年月をかけてこの小説を書いたと言ってたわね。はい。その気持ちを簡単に踏みにじるような発言をするやつが現れたらどうする？生まれてきたことを後悔するような目に合わせます。即答かつ物騒だな。生まれたことを、しかもこの子結構好戦的。まあ手を前で組んでるからね。威圧的な感じはするよね。これぐらいの、そんな短い時間で書けるでしょうみたいな感じだよ。あ、ちなみに少年が立ち絵にかかる時間は一人当たり1週間ってところよ。ポーズ差し分、え？ポーズ差分なし、表情差分ありで、それだけの時間みっちり鍛えられてやっとそのくらいのペースだもんな。やっぱ俺って遅いんだろうな。まだ初回も初回だからね、コツをつかんだら早くなるでしょう。姉御、その上でさっきの発言をすることができる？あなたも生まれてきたことを後悔するような目に遭わされちゃう？それはいやらしい意味のことですか？さくらさん、それはいやらしい意味のことですか？そこははっきりさせてもらわないと次には進まないよ。さくらさん、俺はここでセーブするよ。さくらさん、次回もね、これはいやらしい意味なのかいやらしくない意味なのか決めておいてね。もしいやらしい意味だったらさく、生まれてきたことを後悔するような目に合わせる側の人間は俺ということになるよ。俺がさ、タクラスさんのことを、生まれてきたことを後悔するような目に合わせちゃうよ。何言ってるんだろうね、俺は。